最近、叱られて泣くと、ママ、ニコニコしてほしいの。と泣く2歳半。今日も叱られ、大泣きしながら、ママ、ニコニコしてと言われたけど、まだ怒っていたので、娘ちゃんが大泣きしてたら、ママ笑えないよ。娘ちゃんが笑ってくれたら、ニコニコするけどな。とちょっと意地悪言ってみたら、ヒックヒックするのを我慢して。でも、涙をボロボロ出しながら、口の端っこを少しだけ持ち上げて、ニコ、と笑おうとしてるのを見て、胸がギューってなった。いや、誰が意地悪したんだって話だけどさ。いじらしくて可愛くて、抱きしめてニコニコしたよ。ママの笑顔って、何よりも子供の安心材料なんだな。私なんかの笑顔でいいなら、なるべくニコニコしててあげよう。だから、悪いことしないで。